今自分がいる場所には自分に対しての本当に今必要なレッスンがあるかもしれないんだよね。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日このビデオで話したいことは、新しい仕事を始めて怖くなっちゃった時、ね、そういうなった時、そういう人を僕はこのビデオで応援したいんだ。どういうことかというと、やっぱりさ、今新しい仕事をスタートしたっていう人いないかな、ちょっとアンケートで。で、新しい仕事をスタートして、いや、ちょっとなんか怖いなって感じる時、この仕事違うな、ね、やめたいって思った時、ね、ちょっと大切なメッセージがあるんです。どういうことかっていうと、ね、仕事が嫌だから辞めることと、この仕事は違うから辞めることっていうのはちょっと違うんだよね。例えば僕、前すっごい嫌なことをやっていたの。本当に怖い社長がいて、でも事務所入って瞬間から睨まれて、で、人の前でこらーとか、あーとかやられたの、ね、で、本当に怖くなっちゃって、僕はもう本当に逃げ出したんだよね。で、次ちょっと休憩取った後の次の次みたいなのに、もう本当にまたちょっとそういう怖い環境に入っちゃったんだよね。で、そこも僕はちょっとやめたんだよね。でね、その3回目同じことが起きた。全く同じパターンだったんだよ。本当に怖い上司がいて、怯えてたんだよね。ポイントはさ、実は僕はそんな怖い嫌な場所にいたんだけど、自分にはとっても大切なレッスンが入っていたので、それは僕の場合は断る力を身につけることだったんだよね。ノーってどんな怖い人にでも、そのおかげで僕は言えるようになったのね。だからその仕事、その嫌な場所で僕は学ぶことがあったんだよ。そういう怖い、ね、人がいたら結構ですって堂々と怯えないで、人間同士として断る、尊敬を入れながらね。で、そのレッスンがあったんだけど、僕逃げちゃってたわけよ。でもそのレッスンが僕に必要なことだったから、次にも2年後とかに出てくれて、でまた数年経ってまた出てきてくれたんだよね。だから実は今自分がいる場所には、自分に対しての本当に今必要なレッスンがあるかもしれないんだよね。で、ここで不思議なことに、これから3ヶ月は頑張るぞって決めると、意外と恐怖もなくなってきて、3ヶ月頑張ると実はね、いろんなことが意外と学べちゃうんだよ。例えば僕がそのめっちゃ辛いところにいた時で、何を学べかって言ったら、もうメールの書き方で、人との話し方、名刺の交換、おもてなし、いや全然こんなのちんぷんかんぷんなことだったのが意外と学べるようになって、その学んだスキルが実は今の自分の本当のやりたいこと、自分が合っているっていう場所で価値使えるようになったんだよね。でね、もう一つあるのよ。それは3ヶ月めちゃくちゃ頑張ると、上司とかも認めてくれて、実はプロモーションとかも起きる、自分が仕事の立場上がってくるっていう可能性もあるんだよね。で、3ヶ月決める、これ頑張るぞって言ったら、意外ともう仕事変える、嫌だっていう不安をなくしていいわけよ。いや、もう3ヶ月やるって決めたからやりますって言って、ちょっと決めた方が楽っていうのがあるんですよ。で、あとね、これちょっと余計な話に聞こえるかもしれないんだけど、やっぱり経営側からするとね、3ヶ月以内で人が辞めちゃうと、ちょっとなんかいてみたいな感じになっちゃうんだよね。どういうことかというと、会社とか上司とかもお金と時間と自分の力を投資してるんだから、なんかそこはお互いのリスペクトみたいなこと で、もし上司と気軽に話せない、しっかり言えたいことがない、できないっていう恐怖を感じてることがあったら、あなた、君はそれはそれがあなたの学ぶことだよ。
だから仕事のように上司とコミュニケーション取れないんだったら、まず上司とのコミュニケーションの本の取り方とか山ほどあるから、そういうのでちょっと勉強してみて、正直言って今上司と素直に話せなかったらね、でこの仕事辞めて嫌になったからで次の仕事行っても絶対上司とまだ話せないよ、そのスキル身についてないから。実際僕もそうだったからさ、だからちょっとね、その恐怖は感じるかもしれないんだけど、ちょっとね僕もね、なんかね、そういうあの恐怖を大恐怖、中恐怖、小恐怖って分けるのよ、断る力をつけていくためには。でちっちゃいところから断っていくと自信がついて、今度中のところのものを断っていってコミュニケーション取れるようになって、それが練習できたら大でコミュニケーションを取れるようになると思うんですよ、ね、怖い人とのコミュニケーション、okay? なのでね、最後のポイントなんだけど、3ヶ月ちょっと頑張ってみて、でそれでも違うなって感じたら、ね、嫌だなっていうことじゃないんだよ、自分がもっと伸びるところがあるなとか、ここだったら僕の成長止めちゃってるなとか、これ以上学べないなとか、ね、そういう感じで違うなって感じたら仕事を全然変えてもいいと思うんだよね、うん、ちょっと大きい話になっちゃうんだけど、もし、ね、外から見ると、ね、こういう言われてるブラック企業とか ねグレー企業っていうのがあるんだけど、本当はね、僕はブラック企業とかないと思うの。なぜかというと、みんな人間って素晴らしい人だから、みんないい人だらけなんだよ。で、ブラック企業っていうのは断ることを勉強する場所、その修行だと僕は最近本当に感じてきてるんだよね。この断る勇気を見つけることね、断るっていうのはノーっていうことは違うことにイエスっていうことだから、自分の幸せにイエスを言うっていうことだと思うんだよね。だから本当に怖いなとか感じたら、なんで怖いんだろう、どういうふうに変えていったんだろう、もう本当に上司も社長も人間だから、ね、完璧な人間なんてなかなかいないからさ、本当にストレートで話しちゃっても全然いいと思うんだよね。でね、最後に言うんだけど、仕事っていうのは、ね、自分で選ぶっていうふうに、ね、言われてるけど、実は仕事があなたを選んでくれてるっていう考え方もあるんだよね。だから大切なメッセージは、今あなたがいるところで実は大丈夫なんだよ、ね、そこから学んでいくこと、絶対目の前には、ね、ちょっと怖いかもしれないけど大切なレッスンがあると思うの。でちょっと怖いなって感じてるんだけど、実はあなたはそのレッスンを絶対乗り越えられると思うんだよね。Alright. だから今いる場所で大丈夫だよ、もう絶対良くなるぜな、お互い頑張ってこうな、ね、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 Alright, I love you guys and I will see you in the next video. See you soon.